8分間の二の腕トレーニングです。ぜひ座ったまま一緒にやってみてください。最初は腕を上げてそのままねじっていきます。45秒トレーニングの後は15秒の休憩です。肘はまっすぐ伸ばして手のひらでキラキラって感じです。手の付け根までがねじれるようにしましょう。肩が上がりやすいので首を長く伸ばすようにしましょう。休憩です。次は腕を上げたまま太鼓を叩くように動かします。交互に力強く叩きましょう。肘を曲げた時に拳ができるだけ頭の後ろに行くようにすると二の腕にとっても効いてきます。休憩です。次は肘を曲げたまま後ろに上げて交互に肘を伸ばします。肩甲骨を引き寄せてできるだけ高い位置に肘を固定し曲げ伸ばししましょう。休憩です。次はその位置で肘を伸ばし手のひらは内向きで上下させます。肩甲骨はギュッと寄せたまま下げた時に緩まないように気をつけましょう。休憩です。次は手のひらを上向きで上下させます。さっきの動きと似ていますが腕がねじれることでもう少し腕の前側に効いてきます。だいぶ効いてきましたね。もう少しです。頑張りましょう。
休憩です。鬼ですが、もう少し。手のひらを内向きに戻して、手のひらを近づけます。手のひら同士を近づけるというより、肩甲骨を寄せて二の腕同士を内に近づける感じです。背中をぎゅっと真ん中に寄せていきます。背中の余計なお肉がなくなっていきますよ。あともう少し、頑張って。休憩です。だいぶ追い込みましたね。次からはストレッチです。右の腕を左手で持ち、よく伸ばしましょう。右の二の腕、右の体側、気持ちよく伸ばします。軽く叩いてみても筋肉はリラックスします。次は左腕を伸ばします。トレーニングで縮めた筋肉は必ず伸ばしておきましょう。痛める原因になります。ゆっくりとした呼吸でリラックスして行いましょう。お疲れ様でした。かなり二の腕、背中に効きましたね。最後まで一緒にやってくれてありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。